はい、断ってるんで、ひな壇 2連敗して、あそこ俺必要だろ、ブレーキングやるに。おい、最後来たぞ、また。おい、最後怪我してるからやめてく、お前は。フットロック、もうぬるいから座るよ、お前ら。お前怪我してるの分かんない。怪我してる選手は見る分かんだろ、お前。あ、どうも、ゆうさんも引き続きちょっと呼んでもらってありがとうございます。最後松本がちょっとキモすぎるんで戦わせてください。はい、こいつも大会弱いです。はい、弱いです。おい、やれよ俺と。ああ、お前喧嘩だろ。お前興味ねえよ。やれよ、お前俺と。ああ、よかったら。ベアナックルでやりに来たんで、もう誰でもいいっす、うん、最後。お前俺が投げなかったら多分カットだぜ。喋んな、お前でもいいわ。お前さっき絡んできて、あいつ舐めてるからやっちゃってください。今やるか。やるか。いいよ。おっしゃ、いいっすか。あの、俺2連敗しててひな壇座っても尺なんで戦いますよ。はい、あの、断ってるんで、ひな壇 2連敗して、あそこね、ノーノーと座るつもりないんで。やろうぜ。やるか。いいですか。いいね。いいね。井上くんがね、またオーディションで戦う日が来るんだ。俺、あいつの性格すごい好きなんだよな。はい、じゃあ恥の方から自己 PR お願いします。はい、こんにちは、富山県から来ました龍二と申します。石川県にあるファイトクラブ金沢っていう地下格闘技の団体があるんですけれど、まあ、出始めるようになって今7戦7連勝中で実績もついたところで、あの、もう一回応募してみました。すいません、ちょっとここら辺でいいですか。同じひななんですけど、ずっと俺とやりたいって言ってくれてるちょっとお坊ちゃんがいるんで、赤パニキ。いや、まさか川島さんから言ってくれると思わなかったんですけど。すごいファイトスタイルも合うと思うし、まあ、ここら辺でね、今勢いあって3連勝してるし、俺が潰しとこうかなと思うんですけど、で、甲斐さんがちょっと動画で自分のベアナックル見たいって言ってくださっていたんで、重量級のベアナックルとかあったら面白いと思うんで、何でも、はい、自分できるんで。俺も全然よろしくお願いします。殴り合えんなら。それに試合で赤パン履いてるんですよ。ちょっと見過ごせないなと思って。それはね、俺の方がさっきこの舞台にいるから、ちょっと新参者のね、坊ちゃんに教えてやろうかなと思ってるんで、よろしくお願いします。ぜひやらせていただけたら。まあ面白いんで試合決定しますか。はい。誰の許可を得て赤パン履いてるのかって、赤パンと言ったら俺だって。多分赤パン狩りっすよ。俺の方がずっとこの舞台に立ってずっと赤履いてるしみたいな、まあそのパンツの色どうでもいいけどなって感じですね。新参者の坊ちゃん狩りだね。俺とやりたいって言ったことが後悔させてやるから、まあ、当日思いっきり殴り合おうよ。覚悟しとけよ。以上。今余裕のある方もいますか。自分が決めたことをやり通して前に流されないこと、そうすればその夢も叶います。あの人とじっくり話してみてえな。ブレイキングだ。
緒に出るのってそんなすごいな。俺は格闘家になりたいと思ってます。たどり着け夢を掴むために。負けるな。そこ試合決定で。